女子も言えないこといっぱいあるだろうな。ありますよ、誰々が誰々取ったとかさ、キャディーさんの何とかで。でもこれ本当の話だよ。金本がカープ時代にエアガンで BB 弾で金をずっとかってシュッシュッシュッって打ってたらしいよね。センター前ヒット。アプローチもここ気をつけて、こっちだけでこう動かしたら悪さしないんですよ。右がやるからこっちがねってなったりするんで、左手のこのこれを上に向けても、この左手一本で打つイメージです。うおー、入っちゃえ。おお、惜しい。言うこと聞く、これ聞く方でしょね。ちょこちょこ話が始まっとる。野村健次郎の野村健チャンネルです。今日は普段と違ってゴルフ場に来てます。と言いますのも、今日は最近ミキちゃんのゴルフチャンネルとコラボをさせてもらってて、実は後ろに最近ミキ気づかれたかな。お願いします、はい、もう最初ずっとレッスンをしてもらいつつ、今回って4ホール回ってきました。4ホール回ったんですけど、本当にめちゃくちゃ勉強になって、やっぱ我流はダメですね。でもこの我流でそれにこうなんかのスパイスを足すことによっていい感じになるので、うん、ある程度でも我流でお上手な人にちょっと足すだけなんで、私は見てて全然あれですけどいいなと思います。今日はカモカントリーに来ております。そうです、バンカー多いカモカントリーです。うわ、まっすぐ行ったの。あいしょ。すごいね。お前が監視してどうぞ。綺麗とかって、これ気持ち悪いぞ。ほら、やっぱどこも一緒じゃない、ツッコミ。やっちまうじゃん、よく。いやいや、自分がなんでどうするみたいな。アドレスが綺麗。確かにね、今のはなんか本当にいいから。しょ。あそこもよく右サイドちょっとラフティフトンあってゲーって言っとったけどもなくなった。ポントンってだからこうシューとかで持ち帰ってきたやつがあそこにするわけ。そっか、あの飛んでくるんでしょうね。あのあでもそれはシューズなのかな。確かにシューズ。いやなんかベントのやつ、ベント芝が飛んでとかはありますね。124スプーンです。3番。ああ、なっしょ。でもね、撮影ね、4日目でしょ。うん。もう疲れてきたよ。まださ、330ヤードぐらいです。届かないんで、ちょうど130残ってる。3ですか ?4 ですか ?4。3だとなんか、もしまっすぐ行った時とバンカーに入る。うん、ナイスショー。いいよこれ。打つ前に見えた今クリッてやったの。コーチによく怒られてるんで、あの やってる子やってますよっていうのを見せないと、おい聞いてるのその話って言われるから。私逆そっちのコーチ側かもしれない。なんでそんななんか細かいのわかるかとか言って。ちょっと左足下がり、つま先下がり。の125、9番。お、今の良かった。今も私言いながら、私もちょっともうちょっと意識しようと思って。ちょっとアゲンストのホールがさっきずっとあったんで、多分私もちょっとこうなってたかもしれないな。反省。ちょっと滑った。いいか。うん。もう
か。でも全然この最初のこれがなくなった、たわみが左手の、うん、左腕のいいと。当分でもゴルフするときにミキちゃんの顔を思い出しながら考えたら、いけねってこうなりそうだね。いけねチラ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 。いやでもなんか本当に伝わってるかな、見てる人は。僕はこうなるらしい、こう向けてくださいっていう、こうなってた。確かにそうすると手首を使えなくなる。なんか結構プロ野球の方で農会とかで皆さんゴルフされるじゃないですか、うん、あれとも皆さん本当に練習とかほぼ、いや行ってますよ。あ、やられてるんですか。に恥ずかしいからとかテレビ入るからとかけどでもクラブ買って年に1回しかしないってすごくいっぱいいますよ。よし、じゃあいいですか。はい、大丈夫。あ、何読んでって言ってるよ。フックですわ、分かるよ。どれぐらいフックか聞きたいんだから。じゃあこのカップけど1個ぐらいなんで1個切れる。 OK、 はい、1個切れる。背中です。そう、ここフォローでここが出ればこうやって、そう頭残してこう出る。そう手じゃなくて。うん、あー、使った1個だった。あ、結構切れる。めちゃくちゃ正解。なんならもうちょっと切れたかも。これおんちゃんどんぐらい。海はあの左前の1ヤード前ぐらいの傷の上でどうですか、あの左上ぐらい。そうですね、これの。そうですね、1個分です。1個分。何1個分。スライス1個分です。筋肉、タンパク質。あ、鶏ささみ。鶏ささみ1個分じゃないんや。1切れ分です。鶏ささみ、ありがとうございます。鶏ささみ 100g だった。よし、どういうライン読みやん。電源入ってたろうね。電源入ってたよ。いや大丈夫です。そしたらこっちの画像を上げるって。上げます。バンカーだ。超えてます。超えた。はい、でもあのペラッタワっていうのはペラッタがちょっと違くないですか。ちょっとプッシュとか、あれペラッタワってもっと吹けません、今までだったら。あ、なんかもう僕らもそういう風に楽に行かなくてペラッタワ。あれは違うんですよ。あ、違うんだ。最上級のプッシュですよ、ね、あ、そう、飛んでるから。あ、肘こうってちょっと意識したら打感が違うね、うん、いい音、芯に当たってる感があるから。しょー、センター前ヒット。そうっすよ、センター前ヒットが一番いいんですよ。絶対ヒットになるから。132って言ったっけ。はい、132アゲンスト8番でいきます。ちょっと手前かちょっと乗ったかぐらいかな。でも今の悪くない。最高ですね。昨日パパに言われたから、かかと体重気をつけてフォローを大きくげっつって。お父さん守ってます。あ、野村さんのチャンネルだった。ダフりそう。今だったらいい。どうよ。風がちょっと飛べ。うわあ、また短い。わあ。
いやなんでアップにしないでください。足切れた、またうわーナイスキックや、もうもうそう左から右だった。ここに構えたら楽ですよね、今の。ああそうなんだ。ここだとやっぱり捕まえたくなる。ああ捕まえたくなる、はい、なのでそれを消すのにこっちに立つ、逆からね、はい。あなんか今度は座ってやりたいね、なんか面白い話、ゴルフあるあるとか野球あるあるとか。やばいな、ミキたちもピーばっかりじゃん、そんなだったら。あーやりすぎ、飛べ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 、止まる、ナイスナイスオン、ありがとうございます。でも女子も言えないこといっぱいあるだろうな。ありますよ、誰々が誰々取ったとかさ、キャディーさんのなんとかで、そこは本当か知らんけど誰々が誰々のクラブ取ってなんとかしたとかいっぱいあるぞみたいな、ね、作り話もね、うまいやついるんですよ、めちゃくちゃうまいやついるんで、みんな言ってるよっていうやついるじゃん、いつも聞くもん、みんなって誰っつってそれ言ってっつってでもこれ本当の話で、金本がカープ時代にレフトのポール際にこうレフトを守ってるでしょ、こうやって、うんうんうん、でレフトのポール際エアガンで BB 弾で金をずっとかってプシュッシュッシュッって打ってたらしいのね。やばで、まあ、痛くもか遠いから痛くもかゆくもないんだけど、うん、なんか金虫がいるのかなと思ってこうやってやってて次守りに行ってパッて下見たら BB 弾だらけだったらしいのね。ここで頭きて、で裏方の人に「おい6年生ぐらいのやつ捕まえてこい」っつって捕まえてきて「こい」ってその捕まえてきて試合中に「お前君球場で BB 弾なんか打ちゃうこの野郎、お前親呼んでこい」とかって説教してまた試合出てたという。すごい。これは左から、アプローチもここ気をつけて、こっちだけでこう動かしたら悪さしないですよ。右がやるからガツンってなったりするんで、左手のこのこれを上に向けても、この左手一本で打つイメージです。右手は添えとくって感じで、そしたら結構ヘッド走ります。じゃあやってみます。うん、おお入っちゃえ、おお惜しいみんなこっちがあれでガツンってやるから、うわかうわ座ってみたら右手すごい握ってる感じが、でしょ、うん、結構左手だけでやるとおおってなるんですよ。あ確かに悪さしないから、左手だけ感覚ね、左手だけ感覚、言うこと聞く方でしょね。あそんなに切れんて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 、入った、あー惜しい。じゃあテロップで入れてください、なかなか言ってすぐできる生徒ですってお願いします。こしこし話が始まっとるこうやって考えるとパターンも空いたな、空いてます。さ今アプローチ気持ちよかったでしょう、うん、左ね、そうです、右使うんだ、どっちかっていうと。そうなんですよ、だから器用だから球をきれいにあれしようと思って先に降りちゃうからダフったりちゃっくりしちゃうんで、不器用な左手は不器用にしか動かないんで、その方が簡単なんです。あだからどうしても野球だとなんかこっちでこう細工するっていう、うん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 、なんかあるじゃないですか、僕らの野球の感覚だと聞き手命みたいな。ゴルフは逆に不器用な左手を使えって言います。あ器用だからほっといても使うからっていう、はあ、めちゃくちゃ勉強になりました。いやいやいや、ありがとうございました。でも結構良かったです、パターも良くなったでしょ、はい、でショットも良くなったでしょ、で最後アプローチ ね本当苦手でちゃっくりしたりこう距離が出なかったりするのがあって、今言われたのは右手を使いすぎるからもう右手は使わないで不器用な左手を、僕はもうこれ格言にしたいと思います左手をね
そうするとしっかりこう手を使わなくて悪さしないっていうことは、多分僕以外の人たちもすごいそういうことかって、これ見た方はね早速家でもやったりするんじゃないかなと思うんで、僕は今からまたやってみたいと思います、まあ楽しい話もいろいろさせてもらったし、まあ、できればまたなんかどっかでゴルフ場以外でなんか女子プロゴルフ界のあるあるとか、まあ、P が入るような話とか、野球界の P が入るような話とか、大暴露大会、うん、暴露大会はするとちょっとあれかもしれないけど、なんかこういうことがありましたよとか、まあ、いい話もできたらいいかなと思いますので、またぜひよろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねですね。